皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。この動画は定期テストに出やすい質問とどう答えたらいいかについて解説する動画です。今回は中学2年生の理科、炭酸水素ナトリウムの加熱の実験についてどんな問題が出やすいかということについてお話しします。なお、この実験についての学習する動画は別に撮ってあるので、そちらを参考にしてください。出やすい質問7つ考えてみました。では質問の内容に入る前に実験を確認しておきましょう。この試験管 A の中に炭酸水素ナトリウムを入れてガスバーナーで加熱し、発生した気体を試験管 B で集めると。これ何本か集めるんでしたね。こういう実験でした。ではどんな問題が出題されやすいか。1つ目、まず最初1本目の試験管、この中に集めた気体を捨てる理由、これは最初試験管 A の中に空気が入っているんですよね。最初に出てくるのはこの空気なので、1本目の試験管、この気体は捨てます。2つ目です。試験管 A の口が、ね、底の部分より下げてある理由、この底の部分の方が上がっていて口の方が下がっていますよね。これなぜかというと、このガスバーナーで加熱した部分で実は液体が発生します。もしこちらの方が低かったら、その液体が沸騰して試験管これが割れてしまうからですね。それを防ぐため、発生した液体によって試験管が割れるのを防ぐため、とこう答えに変えてください。3番目です。ガスバーナーの火を消す前にしておくことと、その理由です。実験が終わったらこのガスバーナーの火を消すんですけれど、その前にしておかなくてはいけないことがあります。それはこのガラス管の部分、水に入っているガラス管の部分ですね。このガラス管を水から出しておく。理由はここの水が試験管 A に逆流するのを防ぐため、こういうことです。4番、 A の口元に液体がついている、この液体が何かを調べる方法。ここで発生するのは水なんですよね。水は塩化コバルト紙を使って調べました。ですから塩化コバルト紙につけてみる、キラキラとした青い紙ですよね。これにつけてみると赤くなります。塩化コバルト紙が赤くなったらこれは水だということがわかるんですね。5番です。発生した気体が何かを調べる方法。ここで発生するのは二酸化炭素です。二酸化炭素ですから石灰水に通すと石灰水が白く濁ります。ですから気体を石灰水に通す、白く濁ったら二酸化炭素だということが分かるということですね。6番、 A の中に残った白い物質の性質を調べる方法。これは元の物質、つまり炭酸水素ナトリウムと比較する形で調べる、これがよく出題されます。まずこの残った物質、炭酸水素ナトリウムを水に溶かしてみます。そうすると残った物質の方が水によく溶けます。さらにそれを溶かした水にフェノールフタレイン溶液を加えます。元の炭酸水素ナトリウムは薄い赤色なんですけれど、残った A の中に残った白い物質は濃い赤色になります。フェノールフタレイン溶液はこれアルカリ性を調べる薬品なので、残った物質は強いアルカリ性だということがわかるんですね。ここで合わせて覚えておいてほしいことがあります。これ炭酸水素ナトリウムを加熱するとできるものは炭酸ナトリウム、水、二酸化炭素、もう一度言うと、炭酸ナトリウム、水、二酸化炭素、この3つができるということも合わせて覚えておいてください。7番はこの実験での気体の集める方法、この名前ですね。この集め方の名前、これ中学1年生の時に学習した水蒸気管法という方法ですね。これと合わせてこの化学反応式を書きなさいという
問題が出ることがあります。化学反応式の書き方ね、覚え方、簡単に覚える方法を別の動画で紹介しているので、ぜひそちらを利用してこの化学反応式も書けるようにしておいてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。